2015年9月14日、熊本県の阿蘇山は2000メートル級の噴煙が上がる噴火を起こし、これにより気象庁は噴火警戒レベルを2から3に引き上げました。近年、日本各地でも火山活動が活発化しています。最近では桜島が2015年8月15日に警戒レベル4に引き上げられ、一部エリアでは避難などもありましたが、8月27日に解除。その後、9月1日に警戒レベルが3に戻りましたが、それ以降また噴火活動が続いています。しかし、現在の噴火活動はレベルが引き上げられる前と同じ状態に、いわゆる桜島にとっては普通の状態になったのだと地元の方々は言います。これが火山礫です。これが降る。これがこの辺は火口が近いから、たまに落ちてくる時がある、吹いたら。これはだいたい2000メーターか3メーターぐらい、3000メーターぐらい上がった時の火山礫。やっぱ重たいから、この辺までがせいぜい届いて、もうやっぱ遠くなると、もう火山灰になるよね。火山灰というか、粒子が細かいから、火山灰が遠くまでも飛んでいく。でも火山礫は重たいから、だいたいこのぐらいの距離だと、落ちてくるね、ここはたまーに。噴火は していかなきゃやっぱりいけない。いい感じでやっぱりこうエネルギーはどこかに出ていかなきゃいけないんで、核火山との共生というののあり方みたいなものはすごく考えさせられます。一方で神奈川県の箱根では今年5月6日警戒レベルが2に、その後6月30日に警戒レベルが3に引き上げられ、大涌谷周辺、ロープウェイなどの規制もされましたが、9月11日にはまたレベル2に引き下げられました。現状はどうなのでしょうか。残念ながら、ロープウェイは現在も全線運休しています。5ヶ月間、このように動かないままの状態が続いています。ただし、希望すればロープウェイの記念写真を撮らせてもらうことができます。次に運行できるのは一体いつになるのでしょうか。大涌谷から半径約1キロとしていた警戒区域を約500メートルに縮小し、大涌谷に通じる道路の一部は現在もまだ通行止めになっていますが、9月14日、県道の734号線および735号線の一部の通行止めを解除。それに伴い、ロープウェイの代行バスも走れるようになりました。注意とかって看板のあたりで止めると、こちらの斜面です。一箇所本当すごいと思う。あ、本当ですか。規制が解除になった734号線をそのまま進むと、斜面に火山ガスが噴出している場所がありました。その周辺の木々は枯れ、倒れていました。さらに奥に進むと、目の前に飛び込んできたのは、茶色い景色でした。木が枯れてしまっています。その光景は、まるで冬山のように木々が枯れ、そして山が一つ枯れていました。辺りからは、ゴーゴーというまるで飛行機音のような音が聞こえてきて、よく見ると大涌谷から吹き上げる噴煙が大きな音を立てて噴出しています。少し怖ささえ感じました。
ただし、それ以外の場所では今までと変わりない状態です。まもなく秋の行楽シーズンになります。火山は噴火の可能性もありますが、火口からある程度一定の距離を保てば事故を防げること。一方で、温泉など私たちにメリットも与えてくれています。火山と共に生きること、私たちはもっと身近な視点で考えなくてはいけないのかもしれません。今後起こりうる大噴火にも備えながら。